今回は DJI の話題を2本立てでお伝えしたいと思います。はい、どうも、サラクールです。今日は2023年7月30日日曜日になります。今日の話題なんですけども、DJI の話題、2本立てでいきたいと思います。まずですね、1本目の話題なんですけども、まあ、こちらですね、DJI Osmo Action 4ということで、DJI のですね、アクションカム、こちらの方のリーク情報というものが出てきております。まあ、こちらの方は前からですね、クアドロニュースの方がリーク情報として出してきてるんですけども、今回は DJI Osmo Action 4のリーク情報とともにですね、新たなアクセサリーというものも出てきましたので、そちらもですね、合わせて皆さんと情報シェアの方していきたいと思います。まあ、こちらの方ですね、旧 Twitter の X の方で出てきている内容なので、そちらを見ながらですね、まず話していきたいと思います。はい、こちらですね、クアドロニュースがツイートしてきた内容になります。まあ、こちらの本ですね、Osmo Action 本ですね、リーク写真が出てきているというものになっております。で、こちらの方にですね、ロゴとしてですね、Osmo Action 4ということなので、こちらはですね、Osmo Action 2がですね、結構変わった形だったんですけども、今回ですね、Osmo Action 3からですね、継承された形状のもので出していくというような形になっております。あとはですね、レンズのところには、センサーサイズとかも書かれてます。1.3 分の1インチ CMOS センサーが使われてて、あと絞りがですね、F2.8 になってます。FOV が155度というようなですね、リーク写真というものになっております。まあ、こういうふうにですね、正面から見た写真とか、あとですね、ちょっと斜めから見た写真とか、まあ、こういうふうなですね、写真がですね、まあ、いろいろとですね、出てきてるというような形になっております。で、こちらの方にもですね、Osmo Action 4ですね、紹介が書かれてて、まあ、1.3 分の1インチ CMOS センサーで、カラーモードとビットレートに関しましては、まあ、10ビットの D ログ M で撮影できるというような形になっております。あとですね、4K の 120fps に対応してますよということとか、クイックリリース&ネイティブバーティカルビデオということで、ネイティブのですね、縦型のですね、ビデオ撮影もできるというような形になっております。あとですね、360度のホライズンステディとか、あとは18メートルの防水とか、あとですね、デュアルタッチスクリーンとか、そういうところがですね、こちらの方ですね、写真としてですね、出てきております。でですね、先ほども言いましたけども、今回ですね、Osmo Action 4には、こういうふうにですね、腕時計型のアクセサリーというものも発売されるみたいです。まあ、こちらのですね、腕時計のところ見てみると、まあ、こちらの方にですね、録音ボタンとか、あとですね、電源ボタンとかありますので、まあ、こちらの方にですね、腕時計型の端末を使ってですね、Osmo Action 4の電源のオンオフとか、あと撮影の方がね、できるような形のアクセサリーがですね、発売されるみたいです。で、こちらがですね、アクセサリーの写真というような形になっております。でですね、まあ、ツイート内容を見てみると、こちらの方ですね、8月2日ということが書かれてますので、まあ、どうやらですね、DJI Osmo Action 4に関しては、8月2日あたりにですね、何かしらの情報が出てくると思われます。はい、ということで、一つ目としては DJI のアクションカム、DJI Osmo Action 4のリーク情報と、いうことになります。ではですね、二つ目の話題に行きたいと思うんですけども、こちらの方はですね、リーク情報ではなくて、DJI 公式からの情報というような形になります。こちらですね、7月25日にですね、出てきた情報になります。まあ、7月25日といえばですね、DJI Air 3のですね、発表があって発売開始されたという日ではあるんですけども、まあ、それに隠れてですね、実はもう一つですね、DJI の方からお知らせというものが来ておりました。で、こちらに関しては DJI フォーラムの方で DJI サポートの方がですね、出してきた情報になります。まずはですね、そちらの方をですね、見ていきたいと思います。はい、こちらですね、DJI フォーラムになりまして、DJI サポートから出てきたものになります。New DJI Goggle 2 Firmware Release るということで、2023年4月25日ということですね、DJI Air 3が発表された日にですね、こちらの方のファームウェアのですね、リリースというものを出てきました。今回ですね、DJI Goggle 2のファームウェアのですね、リリースということになっております。
その内容なんですけども、まあ、DJI Go 2のファームウェアとしてはですね、バージョン 01.07.0000 になってまして、で、DJI Fly アプリバージョンがバージョン 1.11.0 ということになってます。で、今回ですね、何が追加されたかというと、まあ、こちらですね、DJI FPV、こちらの方が DJI Go 2に対応しましたよというようなことがですね、こちらには書かれております。今までですね、DJI ゴーグル2というものですね、こちらの方ですね、4月25日付のですね、情報にもある通り、DJI Mavic 3シリーズとかですね、DJI Mini 3 Pro、こちらの方にもですね、対応してきたんですけども、今回新たに加えてですね、DJI FPV の方が4月25日のファームウェアアップデートですね、追加されたというような形になっております。でですね、こちらに関してはまだ DJI の公式のページの方ではリリースノート出てきておりません。DJI フォーラムの方ですね、DJI サポートの方はですね、まあ、出してきた情報ということになってます。ただですね、DJI Go 2とか起動するとですね、ファームウェアのアップデートの方来てますので、まあ、こちらですね、もうすでにですね、こちらの DJI FPV の方はですね、サポートされたというような形になります。はい、ということでですね、今ですね、こちらの方ですね、DJI FPV を持ってきてるんですけども、こちらの方がですね、DJI Go 2、こちらの方にですね、サポートしたということになります。今ですね、日本ではこちらのですね、DJI Go 2で使えるのは、DJI Mavic 3シリーズと DJI Mini 3 Pro に加えてですね、さらにですね、DJI FPV、こちらの方もですね、サポートで追加されたというような形になってます。まあ、かなりですね、こちらのですね、DJI Goggle 2ですね、前のゴーグルに比べて、かなり進化してますので、まあ、今回ですね、こちらのですね、進化されたゴーグルで、まあ、DJI FPV をですね、飛ばすことができるというのはですね、かなりポイントが高いのかなと思っております。はい、ということで2つ目までもね、以上となります。今回ですね、DJI の話題としてはですね、二つ話しました。一つ目がですね、DJI のアクションカム、DJI Osmo Action 4の話をさせていただきました。こちらに関してはですね、8月2日に何かしらの動きがあると思いますので、まあ、そちらの方ですね、楽しみに待っていきたいと思います。二つ目の話題としては、DJI Air 3の発表日の裏でですね、今回、DJI Goggle 2の方が DJI FPV の方もサポートしたという話をさせていただきました。はい、ということですね、今日の話題は以上となります。この動画がよろしければ高評価ボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今後の DJI のリーク情報とか、あと新製品の情報、こちらの方もですね、随時アップしていきたいと思っておりますので、ぜひ通知ボタン、ベルマークの方もオンにしていただくとありがたいです。こちらではこのような話とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとかを行ってたりします。あと私のチャンネルはメンバーシップの方を開設しております。月額290円でとりあえず応援したいというコースと、月額690円で質問してあのノウハウ動画優先見たいという2つのコースを用意しております。今月額690円のコースではいよいよ始まりましたドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画、学科試験の想定問題を60問作っております。最近では実地試験の高知線対策の動画も作りました。第2回目に関しましては一般公開しております。この動画の概要欄のトップのところにそのリンク先を貼っときますので、まずはそちらを見ていただいて、もし他の回も興味がある方はぜひメンバーシップの参加のほどよろしくお願いします。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。